はい、こんにちは。では今日も続きをやっていきたいと思います。昨日ねちょっと動画のサイズがどんぐらいだったかな、40分、1時間ぐらいだったっけ、1時間ちょっとぐらいになった、長いってご指摘があったんで今日は30分ぐらいでやっていきたいと思います。昨日どこまで行ったかな、ダイマックスのバンドをもらったとこで終わってたかと思います。草むらから飛び出しているポケモンもいるような、ゆっくり歩いてしゃがんで、ん？ゆっくり歩いてしゃがめばあいつら気づかれない、ほう。反対に指笛をピューと吹けばポケモンはすぐに気づく。指笛がうまく吹けないときはおまじないを教えるぞ。どういうこと？エルスティック長押し込み。こちらがポケモンたくさん捕められるか競争しようぜ。また競争か。来た指笛。来ないよ。本当に競争しなきゃダメなのかな、言ってるだけかな。いや、やだ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 、いっぱい来るじゃん。ギョエー、指笛したらいっぱい来るじゃん。効果ありとか、ここ火の粉の下に効果ありとか、昨日なんか出ないなとか言ってたけど効果ありとか出てましたね。初めて戦うポケモンの時はこの情報が分かんなくて、図鑑に登録されて2回目に戦った時はこの効果あるとか効果今一つとかっていうのが下に表示されるようになるみたいですね。サンムーンの監督と一緒でしたね。あー、7レベルだ。意外とレベル高かった。やべ、消え上がる。上がったぞ。なんだこれ。草むらじゃなくてもポケモンいるの？モンパチだ。モンパチは捕まえときますかね。初めて見たんで、これは今技のとこ効果ありとか表示がされなかったですね。はい、強タイプがわからない。電気だよね。やっべー、麻痺しちゃった。際どいな。もう一回火の粉がいけるかな。よし、行くぞ。違うよ、バック。イエーイ、捕まえたぞ。レベル上がんないね。戦ってもいいかね、トレーナーと。子犬ポケモン、ワンパチ、電気タイプだけなんだ。電気単タイプみたい。ああ、またいた。名前が覚えてないけど。しゃがんでいくってどうやっていくの、しゃがむって。なんか変な。マジカル交換とかできる？後でやってみよう。でもネットって課金しないとあれか、スイッチって入れなかったっけ。一回もやったことないんだけど。まあそれはまたそれだけのパートで動画撮りましょうかね。通信だけするパートとかで。
3ヶ月無料券みたいなの持ってたような気がするんだけど、有効期限がね、インターネットのね、スイッチのインターネットの3ヶ月無料の券持ってるような気がするんだけど、もう有効期限が切れてるような気がする。だいぶ昔のだから。あれか、ピカブイ買った時かなんかについてたやつかな。まだ使えるのかな。ピカブイも結局ネットに繋がなかったから使わなかったんですよね。捕まえるの競争とか言ってたけど、捕まえんでよかったんかな。俺はとっておきのポケモン1匹仲間にしたぞ。捕まえたのは1匹。さすが俺のライバルだな。2匹捕まえときゃよかった。それによってもらえるもの違ったのかな。スピードスターの技マシンをもらいましたね。ゲームチャレンジはエンジンシティ、エンジンシティ。お、電車に乗れるらしい。映像が綺麗そう。電車に乗ってる時のポップのママ。母ちゃん来たよねか。自分のパートで旅に出るの分かってたけど、なんかくれるのか。キャンプセット。これでキャンプができるんだな。ワイルドエリアやキャンプスポットでテントを張り、その中で料理を作ることができる。ほうほう。大丈夫。なんだ、外の景色とか見れないのか。エンジンシティの周りにはワイルドエリアが広がっている。早くワイルドエリア行きて。ポケモンが歩き回ってる。うー、キャンプをしたり釣りもできたり、うんうん、楽しそうだな。あら、着いちゃった。なんだ、電車が動いてる。外からの風景見れないんだ。あれだよね、一体何があったんだ。はい、路線の上にウールが集まって、列車は足止めされています。そんなことで足止めされるなよ。ん？エンジンシティ行く前にワイルドエリア行くってこと？ワイルドエリアを通り抜けて、あ、歩いて行きましょうってことね。電車は使えないから。うわ、起きた。ダイマックスやりてー。ダイマックスレイドなんだっけ。ワイルド、ワイルド。ここに見えるのがエンジンシティ。あそこに行くまでどれだけポケモンに出会うんだろうな。ソニアも来た。あんたたちは旅に出るのどうするのか知らって。大変ですね。ソニアやる気になったな。何か分かればきっとおばあさん認めてくれる。やっぱ大人って大変だな。ほら、ダイマックスしたポケモン戦いまくって伝説の1ページにするぞ。わお。もうほんとダイマックスしたポケモンは強いんだからね。ワイルドエリアのあちこちで赤いオーラが見つかるの。自信があれば調べな。ダイマックスポケモンがいるから。ポケモンボックス。これでポケモンセンターに行かなくても今回からどこからでもポケモンのボックスにアクセスができるようになるやつですね。楽ちん、かなり。ピカブイの時もそうだったね。どっからでもアクセスできるようになってた。ワクワク。うららか草原。うわ、雪降ってきた。何かいた。ややこま。ん？違うか。いやー、見つかった。豆パトだ。ややこまじゃなかった。豆パトだ。
もういっぱいいる。コルビーや、見つかった見つかった見つかった。バニプッチーかな。イエーイ、仲間にしよう。あられか。キノコ一発かな。うん、全然だね。多分硬くなったからもう一回キノコ当てられるかな。とりあえず図鑑を埋めていこう、まずは。オッケー。やったやけどもなった。じゃあ捕まってきます。うん。上がったぞ。またティファニーは何レベルなんだ。15くらいで進化するかな。鳴き声、まあ鳴き声取っとくか。ミドギー、ああでも格闘なんだ。連合生活からでいいか。オッケー。あれ、ティファニーって格闘も入ってる。炎3タイプかな。マニプッチはマニプッチは後でいいや。ボックスへ送る。まず新しいポケモンの進化したのが見たいから、新しいポケモンをまず育てたいよね。メモを見つけた。ワイルドエリアでは R スティックでカメラが回せるよ。さらに R スティックを押し込むことで広い範囲を見渡せる。 L を押すと前を向く。覚えられないくね。 R スティック、ちょ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 、おバカおバカおばか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 、指笛したら来ちゃったじゃん。アールスティック？どれそれ？パニック。どれ？わからない。操作が全然わからない。ダメ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 。操作が全然わからない。テッカニン、なんか珍しいやついない？これ何？もういいや、戦ってみよう。なんだ、あ、オタマロか。オタマロって何世代だっけ？5世代だっけ？あんまり馴染みがないな。なんか苦手っていうこともないのか。あんまり馴染みのないポケモンだな。 BW は触れてこなかったんですよね。5世代がいまいちわかんない。いけっかな。イエスイエス。危なかったぜ。玉ポケモン水タイプね。ボックスへ。なんだウパー、なんかぶつかっちゃった。雪わらし。雪わらしこそさっきの氷のとこのエリアで出るんじゃないの？買った！え？レベル同じだよね。買った！なんでこんなにダメージ入らん？あ、やべ。
なんか炎になんかあったっけ、全然わかんねえ。なんで火の粉こんなダメージ入らん。でも赤ゲージになったからゲットできるだろう。ボールが18個しかないんであんま失敗したくないんだよね。3、2、1、ガッチャー、オッケー。いや、まだ進化せんよね。はい、雪嵐、雪嵐はボックス席で。やだ、落雷だ。ちょっと捕まえすぎかな。こんな捕まえてたら多分今日ここだけで捕まえて終わっちゃいそう。遠吠えって逃げるっけ、違うか、攻撃力アップか。上全然入らねえ。年功石火かな。やっぱ死んじゃう。まあ一か八かで行ってみよう。入らんかったら攻撃食らって死ぬ多分。入らなかった。もう一回行こう。うそー、死んじまう、死んじまう。もう一回投げちゃうよ、証拠にもないと。うそー、どうしよっかな、面倒だな。ボケてる。いや、もう二度蹴りじゃない。死んじゃった。何がいいんだろう。誰が弱点かとか全然わかんないね。ワンパチ同士で行って体当たりかけるぐらいしかないかな、これ。地面系はもっとらん。やっとおしまい。お、やった。モンスターボール拾った。ラッキー。毎ターン物拾い、ん？何？弾拾いしてくれる？違うか。たまたまか？なんで落雷だけにこんな時間かけてんだろう。もう一発入れたいよね。だいぶモンスターボール無駄にしたね。謎の時間が流れとるね。よし、赤ゲージになったんで捕まるでしょう。あれ？一揺れもしない。早く捕まってちょうだい。負の時間ですよ今。いらんかったやん、こんな時間かかるな。捕まえれないのかな。なんで レベル高すぎ。なんで捕まえられん。嫌になったもん。これならいけるでしょう。3、2、1。おー、嘘。ボールなくなっちゃうよ。
もう逃げようかな、最悪。こんな入らん、たまたまなのかな、レベル 3? 何あーもうやだ、なんてこと、もう倒す、もういや、ヒバニーも死んだし、もういや、もう戦わんで全部逃げる。ちぇー、図鑑埋めて楽しいと思ったのにバカ。死んだら経験値入らないのか、そりゃ困った。ダッシュで抜けなければ。ペリッパーキャモメ、うわ、ぬお、あ、泥バンコだ、かわいいな、欲しいな、戦おうかな、かわいいな、かわいい、うん、わかりません、技が技もわからんし、泥バンコのタイプもわからん。岩砕きってお前岩なのね、それ悪弱点ですわ。さ、これ技じゃないんだ、困った。まあ電光石火でも当てておこう、とりあえず。持久力、防御上がんの、これは捕まえられないわね。逃げましょう。なんてこと？逃げられなかったし。やべ。やられちゃう。イエーイ。逃げたらどうなんだろう？フィールドには？あ、いなくなるのか。まだレベルが足りませんな。まだメモ。ワットとエネルギーが溢れてる。ポケモンの巣や光っている野生のポケモンからワットを手に入れることができる。ワイルドエリアにトレーナー、いるトレーナーにワットを渡すこと、いろんなアイテムがもらえる。ほーほー、ここかな、目指してるとこはここかな。もうちょっとレベル上げないとジムリーダーに勝てないかな。来たか、エンジンシティ、イエーイ。ワイルドエリアもうちょっと入れ込んだらちゃんとしっかりやれば楽しめそうだね。グフグフグフって鳴くの。ポケモンセンターはどこ。アレソニアいた、あった、ポケモンセンター。ワイルドエリアを通り抜けるなんてなかなか見どころあるじゃん。だけどくたびれたらポケモンセンターに寄ろう。ロトミ、何ロトミ、ロトミっていうのはロトムインフォメーションのことね。うん、トレーナーに便利なマシンでポケモンリーグカードをカスタマイズできる。ニコちゃんもリーグカードをいじってみたら、1枚サンプルあげるからさ。ダンテのリングカードをもらった。ほうほう、
もう25分か、早いね。じゃあなかなかな時間になったんで、とりあえず回復をしまして、リングカードでもいじって今日はおしまいにしましょうか。回復。これボックス、これボックスじゃないんだ。あ、ボックスもできるんだ。ポケジョブ、カードメーカー、リングカードを作る、更新する、印刷しちゃうロミ？違う、リングカードを作る、背景、何色がいいかな、どれがいいかな。あ、ピカチュウかわいい。絶対もっとかわいい背景、これ増えるよね。効果って何？あんま目立たないね、なんか。よっしゃ、パーって光ってるんでしょうか。ピカチュウ見えにくくなるから、何もなしでいっか。何もなしがかわいいな。フレーム。あ、ピカチュウのフレームあんじゃん。くどいな。ピカチュウにしようっと。あ、サイズ変えられるんだ。モードの切り替え。間違えた。表情変える。うわ、怖い。いっぱいあるな。この目怖い、この目。一番上のにしよう、これだ、これにしよう。んで、ポーズを変える。おバカっぽいのがいい、これかな。シャキーン、シャキーンって感じ。モードの切り替えはどれ？これか。こんなもんだろう。マットコート、クリアコート、マット、クリア、マットにしましょう。オッケー、できたー。カード、雨に濡れても平気ロミ、安心設計ロミ。いいよそんな設定は。どこで見れる？カード、リーグカード、シャキーン、いい感じになった。よし、じゃあ今日はレポート書いて終了します。なんか内容は今回薄かったな。次回はジムに挑戦したいけど、ちょっとここからどうなるか分かんないし、ジムがこのポケモンで、今のポケモンで勝てるのか分かんないから、もうちょっとレベルを上げないといけないかもしれないね。ワンパチは、あ、なんかボール、拾ったボールは持ち物として持ってるんだから、これをバックへ戻す。こうしたらまた拾ってくれるってことなのかな。って感じで来週、あ、来週だね、次回はやっていきたいかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。